ていただきましょう。お願いします。踊っていただいたのはターニャルイズさんです。いやありがとうございました。素晴らしい。よくまああんなに動きます ね、 ね、 珍しいですね。滑らかなその動きがね、そうです、はい。まあ、いわゆるベリーダンスっていうふうに言われますけども、オリエンタルダンスというのが本場の。そうですね、はい。世界でよくベリーダンスの名前が使ってるんですけど、本当はオリエンタルダンスです、はいはい。でこの、ね、料理もそうですけども、このダンスもトルコの皇帝のために踊られたもの。そうです。本当はもっと昔からありますよね、首都の民族の踊りだったんですね、はい。でそれのためになって最近パフォーマンスの踊りになりました。はい、はい、ね、皇帝羨ましいですね。そうですね、今日はタニャさんにダンスの基本を教えていただこうと思います。もちろん、はい、これ男性もやっていいんですか？ね、いいですよ。男性のダンサーもいるんですか？全然大丈夫です、はい。じゃあ始めましょう、はい。じゃあ一番簡単、あの腰、はい、腰ね、腰から、この腰の動きですね。ちょっとクッション作ってください。はい、で腰のアームタッス使いましょう。簡単ですよ。よくわからないかもしれませんけど、ちゃんと動かしてるんですよ。動かしてるんですよ。で8の字、8の字、腰痛い、腰痛い。そうですよ、そうですよ。OK、これはもうちょっと難しい。次、これちょっと難しい。お腹、お腹、お腹を、じゃあまずちょっと吐きながら、吐いて、お腹も入り出してください。腹式ですね。あ、揺れてる揺れてる。うまい。これうまいんですか？はい、本当にうまいですよ。うまいんですか？本当にうまいです。あとはで、ちょっと面白い、はい、面白いステップ。これはラクダの意味。ラクダなんですね。はい、でこれはヘビ。ちょっとヘビの意味です。ヘビ、一つ一つ意味があるんですね。ちゃんとこの、うん、ありますよ。じゃあちょっとコンビネーションしましょうか。はいはいはい。じゃあ腰から。腰、はい、そうです。じゃあ8の字、8の字もちょっとソフト、そうです。お腹、まっすぐ。これやっぱり美しくないとダメですね。ヘビポーズ、ポーズ最後決め。ありがとうございました。いやちょっとハマりそうですか？いや私は申し訳ない気持ちでいっぱいですけれどもね。本当にでも素晴らしい、どうもありがとうございます。素晴らしいダンス、ありがとうございました。トルコのオリエンタルダンスを教えていただいたのはターニャルイズさんでした。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、というわけでちょっと体を動かして、いかがでしたか？喉がちょっと乾きましたね。結構息が上がりますね、やっぱりね。なんかドリンク用意していただけますか？ちょっと喉乾いてきたと思う。何でしょうか、これ。これあのラクという酒なんです。お酒。はい。じゃあ飲んだらあのラクになりますから。本当ですか？シャレも。ちょっと待ってください。これは今入れたのはお水ですか？お水ですね、はい。この入ってるのがラクというお酒ですね。はい。なんで色変わるんですか、これ？手品みたいじゃないですか？そうですね。これちょっとあのブドウ酒、トルコの地酒なんですけどね。はい。あの八角というアニスがちょっと入ってる、香りも結構 あの、はい、あるんですけれども、はいはい。じゃあちょっと乾杯しますか、はい。乾杯は何ですか？シェレフェ、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 はい、いただきます。うん、結構きついですね。45度ありますからね。45度今水で、まあちょっと割って大体あの25度か30度ぐらいあるんですね、はい。でも後で甘い、甘い、結構あの、ね、飲みやすいですね。香りもすごく広がって美味しい、はい。ちょっと香草の香りがしますね。そのアニスという香りなんですね、はい。はい、
や料理も楽しんで、ダンスも楽しんで、もう皇帝気分ですけれども、はい、そうですね、はい、じゃあルザさん最後にこの番組の見どころお願いします。そうですね、今度ですね、アジアン食堂で26日放送なんですけれども、はい、うん、うちの家族も出ますので、ぜひどうぞ楽しんでみてください。ルザさんの家族も、アジアン食堂飛んでどこ行くイスタンブールトルコ料理、放送は総合テレビで26日金曜日夜10時から放送です。はい、というわけで今日はルサ・アルコチさんにお越しいただきました。ありがとうございました。